エーブ・フランシスは、フランスの女優、女監督である。ポール・クローデルの詩人としての彼のミューズであり、外交官としての通訳、ついでルイデリュックの妻であり映画監督としての彼の女優として知られる。1886年8月24日、ベルギー・ブリュッセルのサンジョーステン・イコール・ノードで生まれ、イブルイーズ・フランソワと名付けられる。1914年、28歳の時に、 サイレント映画、金髪美人に主演する。女流監督、ジェルメーヌ・デュラックの作品など数本の映画に主演する。うち、1918年1月18日、31歳で4歳年下のルイ・デリュックと結婚。デリュックの映画のすべてに主演する。1924年3月22日、洪水の撮影中に罹患した肺炎が原因で、デリュックが死去した。 1927年、ジェルメーヌ・デュラック監督のアントワネット・セブリアに主演し、デリュックの死後3年ぶりにスクリーンに復帰する。さらにその6年後の1933年、47歳で、あったがかつて主演したエルドラドーの監督マルセル・レルビエの助監督となった。1939年までの6年間で10本のレルビエ作品に助監督として参加した。 翌1940年、54歳の時、レルビエ監督のミシェル・シモン主演作、ラコメディ・ジュボ・ヌールで助演したが、それが、最後のレルビエ作品への出演となった。その後、28年のブランクを経て、82歳からテレビ映画に数本出演した後、ピエール・グラニエド・フェール監督の、アデュー・プーレに出演している。89歳、これが女優としての遺作となった。 1980年12月6日、パリ郊外のヌイーシュルセーヌで死去。94歳没。ありがとうございます。